浦添運動公園は沖縄県浦添市にある浦添市立の都市公園である。公園内には屋内運動場、プール、陸上競技場や市民球場などが設置されている。また、隠し模様し物の会場としても使われる。ここ数年は東京ヤクルトスワローズのキャンプ地としても利用されている。施設命名権により2018年10月1日から ANA スポーツパーク浦添えの故障を用いる。浦添市民体育館浦添市、多目的屋内運動場と浦添市、温水プールハンドボール王国都市宣言費2018年7月18日、全日本空輸が命名権を取得し、2018年10月1日から3年間の契約で ANA スポーツパーク浦添えの故障を使用する。 浦添市内公園一覧平成20年7月1日認定、メインスタンドに掲載、浦添運動公園のネーミングライツ取得に関する協定を締結から、ANA スポーツパーク浦添が誕生します。浦添市役所2018年7月18日、ANA スポーツパーク浦添と呼んでねヤクルトキャンプ地、浦添運動公園の愛称決定沖縄タイムス2018年7月19日。 ありがとうございます。